Hello， 大家好，可唔可以俾啲歡呼聲啊？雖然我唔係講日文啫，嚇、啊，係多謝。大家好，我是新城电台的 DJ， 我叫谦仔林子谦，咁啊欢迎大家来到2019第21届香港动漫电玩节的现场嘅。咁头先咧，我哋就听过好多我哋嘅广东歌啦，我哋香港嘅歌手啦。咁而家咧就要转一转 channel 啦。有边啲人系识日文噶？啊啊，呢个系咩日文嚟噶？啊，我净系识。卡哇伊啊，或者去啲日本餐廳咧就234嗰啲咁樣啦。咁有邊啲可以贈幾句嚟啊？真係贈幾句嚟聽下。哦，亞啲啲 master 啊，唔知咩意思啊？希望唔係粗口嚇。咁、啊、我哋而家咧就轉一轉 channel， 我見有好多咧，其實都真係由朝起到而家，可能都係等緊呢一刻嘅。因為我哋每一年都有呢一個 Heartbeat 動漫音樂祭，就係、是、要轉一轉 channel， 就係唱日文歌。咁我哋知咧，嚟緊有好多位日本嘅歌手就會喺唔同日子同我哋表演啦。嚟到今年嘅第一位表演嘉賓，有冇邊啲係佢嘅樂迷？可唔可以嗌佢個名啊？就係澤井美空 Miku Sawai， 有請。我哋可唔可以俾啲香港式嘅歡迎 Miku 啊？可唔可以俾啲掌聲佢啊？中意可以嗌埋日文都得嘅，有請 Miku。你好，我係 Miku です。こんにちは。今日は ACG 香港2019ということで、初めての香港のライブを楽しみにしてきました。短い時間ですが、アニソンいっぱい歌いますのでよろしくお願いします。では1曲目、キルラキルの主題歌聴いてください。ごめんね、いい子じゃいられない。Yeah.
沢井美久メイホーマありがとうございます。今聴いていただいたのはキルラキルというアニメの主題歌でごめんねいい子じゃいられないという曲でした。次の曲は冴えないヒロインの育て方皆さん知ってるかな。こっちでなんていうか調べてきたんですけど、ブーチヤンニュズジャオペイユーファ合ってる合ってる、このサイカノの、主題歌の沢井美久でカラフルという曲と、あと春菜ルナさんの黄色シグナルという曲のカバーを2曲続けて聴いていただきたいと思いますはい、では次の曲聴いてください。カラフル。
ズ美味しい、ありがとう。ホイサンマ、ホイサンマ、ありがとうございます。冴えないヒロインの育て方の主題歌を聴いていただきました。サイカノは今年10月に日本で映画になるんですけど、映画の主題歌も私が作曲しますので、そちらも楽しみにしていてください。ピアスが取れた。どっちも取ります。じゃあでは続いてバラードなんですけど、赤目が切るというアニメの、はい、主題歌、こんな世界知りたくなかったという曲を聴いてください。
どうちゃん、ありがとうございます、次の曲で私は最後の曲になります。どうちゃん、嬉しいです。今日は私のニューアルバムを持ってきていまして、この後ミート&グリッドでCD を販売してサインをするのかな、皆さんとお会いできる機会があるので、この後よかったらミート&クリート聞いてください。在銀またね、在銀はい、 I miss you guys ということで、最後は新曲の Miss You の曲を、Miss You という曲を聞いてください。可不可以再次給你熱烈掌聲啊？ Miko 很辛苦啊，彈到耳環都甩埋，是不是找回來？ OK， 好，那我要預告一下先的，我們這個 Heartbeat 動漫音樂勢就未完的，應該五點半還有另一隊的表演嘉賓的，但剛才原來有人騙我，我問大家是不是日文
開頭啲人都係得嗰幾粒字，但係頭先阿 Miku 同大家傾偈，你係識得答嘅喎、啊，原來好多人都識日文嘅喎、啊。咁依家咧啊，唔知道大家會唔會準備啲毛巾？因為我都是找資料看到的啫，一間那隊的組合呢，原來你們打 call 是用毛巾打的，咁啊香蕉我即係揾曬㗎啦，唔好掟上嚟喎，但係唔會嘅係嘛，即係自己喺度打，打完之後食埋去咁啊算數啦係嘛。好，咁啊，依家大家準備定啦，我哋五點半好快會有第二場嘅 Heartbeat 動漫音樂祭嘅，咁但係都預告一下。如果大家想見阿 Miku 咧，有方法噶喎。原來今日，原來大會安排咗6:30至6:09咧，就會喺 F18 嘅 booth， 咁度就會有一個見面會嘅。咁聽講 F18 咧就喺呢個藍色 bond 嘅後面，咁而家唔使喐住嘅，6:30至6:09先嘅。咁啊完咗我哋呢一個音樂祭先開始嘅。咁大家有興趣嘅話咧，6:30至6:09可以同 Miku 有呢個見面會嘅。咁一陣間我哋搭伴再見。